ラッシュ。こんにちは。はい。結婚ラッシュだよな。ねえ、もうね。これさ、めでたいですね。現役の時にさ、はいはいはい、最高オフシーズンだけで何回ぐらい結婚式出たの？でも大体12月以降しかできないんで、そう。大体12月の1週目の土日、2週目の土日ぐらいまでにバッて見られますよね。入るんだ。だからまあ多くとも3回とかじゃないですか。いや俺7回出たことある。現役の時。毎週末ですか？ほぼほぼ毎週末っていうか、うダブルもあるし。ああそうかそう、午前と午後で。あえそうなんですか？お金出てる。いやいや、それはもう大変だよ。ですよね。いや金具だったら大いくらなんか現役的とかっていくら積むとか決まったんですか？大体5万ぐらい。ああ僕らは一応3万円っていうふうになってるんだけど、でも1人3万円って言ってもさ、公演の結婚式とか行くのにさ、3万円だけいかないからさ、やっぱり5万とかもう一声とかになるじゃない。だからあの辺は結構何百人とかいるけど、結婚式本人はちゃんとこう帳簿つけてるから、あいついくら積んできたかなとかって結構バレるから。そうだよね。嫌だよね。なんかそこで決着で嫌ですよね。でもさ、はい、監督だったらやっぱりもう一声行くわけでしょ。いやでもなんかやっぱりライン決めなきゃいけないんで、10万ぐらいですかね。まあまあそう、はい、じゃないとなんかもう歯止めが効かないんで。いやそりゃそうだよね。はい、それぐらいしといたらまあ綺麗かなと思います。 あんまり積みすぎてもね。まあそうそう、はい、と思いますけど。まあでも結婚して変わった、僕はでも本当入団して 2,3 年はまあ本当にこう自分のペースというか、なんか練習もいい加減ではないけど、そこまでストイック追い込んでなかったんで、やっぱ結婚してからなんかちょっとやらしゃまずいかなっていう空気になりましたよね。やっぱこう守ってやらない、守ってやらないというか、まあこれはこのまま行ったらもう 4,5 年でクビになるかなとか、やっぱ悔い残さないようにやるだけやろうかなとか思ったのが多分結婚大きいぐらいですかね。でも結婚するときにそういうことも考えた？いや考えなかったです。結婚してなんかやっぱりそうなりますね。ちなみに僕披露宴した年にまあ1人行ったり来たりだったんですけど、その年もう来年頑張るって言った、まあ12月に披露宴やるじゃないですか。頑張るって言ったら2月のキャンプ、もうヘルニアで1人キャンプ決まったんですけど、1月の20日ぐらいにもう動かないんですよ、体が。で、なんでヘルニアになるんだよ。もう腰が痛くて、ずっとあんま飽きたらおかしかったんですよ。なんで腰が痛いんだよ。そっちじゃなくて。そっちじゃない。そっちじゃなくて。で、なんかそっちに聞こえるよ。その流れだと。その流れだと。で、1月20日ですよ。もう1軍のキャンプ決まってて、もうどうにもならない、動けないから、マネージャー電話して、もうちょっと行ったら、もう翌日野村監督ですから、キャンプの1月の今ぐらいにね、腰が痛いなんてこいつ何やってんだみたいな感じですごい怒られて、でまあ2軍のキャンプ行くんですよ。結局で結局もうダメで、3月ぐらいにヘルニアを手術して、で意外なところ内視鏡タイプ終わったんで5月ぐらい、そこから5月治ってからやっとぐるっと頑張れたんですけど、そりゃさ披露宴でさ私は頑張りますみたいな感じの話しててさ、でいきなり2月のキャンプからこうじゃない、ちょっときつかったですよ最初ね。結婚した途端に腰痛いじゃんさ。そう、なんかそうですよね。笑い話になっちゃうよな。でなんで別にそっちは腰痛くなんないじゃないですか。そう、それは分かんないけどさ。分かんないけど、でも人の想像ってそういうもんじゃない、勝手な想像するから。腰痛って聞くとなんかそういう風になっちゃうんですよね。それはちょっと違いますね。はい。なんでオフ頑張っちゃったのみたいな。ではないですけど、ちなみにで、その1997年ですね、今年に優勝するんですよ、ヤクルトは。でその時に僕は、まあ、200打席か300打席の間ぐらいかな、まあ、一部半あの レギュラーではないけど、そういうぐらいの感じで出たんです。まあ必要な選手だった、まあまあ、はい、まあまあ出たんです、サブ的な感じで。でその年に、日本一になるんですけど、10月の23日に日本一になるんですよ。で、打ち上げです。打ち上げみんなもう、まあ、パーティーっていうからね、もうお酒飲んだりしたから、朝の8時ぐらいまでかな、もうみんなでどんちゃん酒で飲んでるじゃないですか。で、ホテルに帰ったら家から電話があったんです、お母さんから。どっちのお母さん？嫁さんのお母さんが、今から子供生まれるからですね。ちょうどお腹減ったんですよ。今から生まれると早いね、やっぱり。だって12月の23日だろ。で腰が痛くなったら1月のせいだろ。それ仕込みとしたらちょうどなんかタイミングは合うよね。でですよ、ベロベロじゃないですか、もう。だって8時まで飲んでるんですよ。そのまま病院に行くんですよ。行ってもう病院に着いて、まあ、分娩室入ってるじゃないですか。僕もずっとフロアでもう寝たきりベロベロでこう寝て、でまあでも優勝してるからな。でも分かってる人は分かってるけど、看護師さんとか先生とか大丈夫かこの旦那と思っちゃうでしょ。まあそりゃそうだ、ベロベロでだってソファで寝てるだけですよ。それで長男が生まれたんです、10月の24日に翌日、そのだから朝ですね、はい、
で、だからうちの長男の長官はもうヤクルト日本一みたいな時に生まれてるから、ちょっと巡り合わせというか、まあ、今いい話だったのに、なんか逆算したら1月ぐらい星食べたからってなっちゃうじゃないですか。そうなるでしょ。なんで今はしょったんですか。でも10月大丈夫です。真中さんの1年は24ヶ月あるんです。そうです、はい、そんなに辻監督と一緒だね、誕生日が10月20日。ああ、そうですか。美香さん22ですもんね。ああそうなんだ。そうそうそう、そうなんですよ。でまた子供ができたらまた変わるでしょ。そうですね、意識が。もはい、子供できてやっぱりですね、なんとかしなきゃいけないと思うから、そっからでも翌年からもううまくレギュラーみたいに取ってでなったんですけど、まあやっぱり結婚と子供とかってなんかこう天気というかなんか張り合いというか、ね、まあ、きっかけになるよね。なりますね、なんかね。逆に引退する時っていうのはやっぱり家族の言葉とか、はい、そういうなんかお子さんの言葉とかなんかありました、言った時に。いや、うちはね、意外とね、なんか神様そうなんだけど、あんまりストイックに野球に入ってこないっていうか、なんとなく私野球してるからみたいな感じだから、そんなにこう やめるからって言ってもやめないでとかどうすんのとかはなく、なんかもうさらっとやめる感じかな。なんとなくね、ここの夫婦って生きるセンスがあるんだよね、なんか。あ、奥さんの、うん、へえ。だからなんかね、強欲でもないし、だから楽しかったらいいとか、だからストレス溜めなかったらいいとか。あ、でもうちの娘は今小学校6年生なんですけど、男2人お兄ちゃんいて3人子供いるんだけど、下の娘は家族の評価は一番面白い人が偉いと思ってるんですよ。なんかそ、いいね、いいですね、お笑い的ないいですね、一番面白い人、はい、だからまあ、まあ、あのメンバーで僕が多分一番面白いんだけど、面白いと、それはさ、面白い評価高くなる。で評価高い娘の、娘は、面白い、面白いのがもう一番面白いですね。兄貴たちは、兄貴たちもまあまあなんですけど、ちなみに長男はお笑いサークルの部長とかやってるんですけど、あ、ただまあトークはまだ僕には勝てないんですよ。お笑いサークル、いつなの、何歳なの。大学4年生です。でもう引退だから、で来年就職するんですけど、まあまあそこそこ。次男は、まあ、今の大学2年生で普通に。ちょっと離れてるね。そうそう、最後下だけ。それは腰を温存したの。そうですね、これなんか話したのも話してた。間違いのことはないです、もう計画的に。あ、面白いね、笑いが絶えないご家族でしょうね。うん、ですね。じゃあ、伊藤さん、奥さんも見たこと、会ったことはないですよね。 ないけど、イメージでしょ、もう。イメージで、いや、ないけど、プレゼントとかはちょっといただいたりとかしたことがあるの、はいはい、まあ、携帯のケースとか。こんなん、こう、剣山みたいになった。はいはいはい。ブランドのブランドのブランドでもない。似てるやつ。似てるやつ。ブランドじゃない。あのルブタン。ルブタン。そうそう。違うんだよ。ルボタンくらいか。ルボタン。ロボタン。ロボタン。いや、それがさ、手を置いてるとさ、ないんですもん。こう形がつくぐらいの一定なこう。どうやって使うのと思ってて、はい、でお揃いだって言うから、はい、ママいただいたものだし、うん、大切に使おうと思って、はい、そしたらこの胸のポケットに入れるに引っかかるわけよ、はい、向き変えないと、はい、とか一生懸命使ってたらもう早々に変えてたからね。いや、で1年ぐらい使ってましたよね。俺半年ぐらい。いや俺もっと1年ちょっと使ってました。いや俺っていただいたものっていうのはやっぱ大事に使わなきゃいけないとか、うん、使わなきゃいけないっていうものがあるから。いただいたって言い方するけど、僕がそれ持ってたんですよ。したらお前それいいなって言うから、ああどうしたんですかって言ういいなって言うから、じゃあ持ってきましょうかっつって頼んで持ってきた。あ、そうなんですね。欲しかった。ちなみに真中さんはその携帯ケースだといつでやめたの。携帯ケースがちょっとすぐ壊れ気味になったから新しく買った。あれ壊れないよ普通。でもさ、あれを持って飲み行ったりとかするんだよ、はい、そしたら、うん、あ、すごいおしゃれな携帯ケース言われるんだよって言われるんだよ。中も赤な、中も赤な、1500円ぐらい、1500円ぐらい、完全にルブタンに。そう、いやだから持ってる人が持つとルブタンに見えるのかなと思って。そうです。でもルブタンってこんなに厳しい痛みはないよと思って、思いながら。じゃあ足圧です。でもリシグリずっと使ってたんですよ。だから携帯を変えた気に変えたんだ、はい、じゃ あの今携帯ケース実はしてないんで、ぜひね、またいや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 、もう今ぜひロボだ、他のが欲しい、他のが欲しい。いや、あれはね、もうね、あのズボンに引っかかったりとかするんだよ。でもね、不思議と落としはしないんだよ。分かるじゃないですか、かかるからね、触ってすぐ入ってる。そうそうそう、ぜひ
ぜひロボタンをじゃあもうあれ使わないよでもまあ内情のことは大きいよね、うん、まあそうですね、はい、まあ、気楽に自分のことだけできるんで。いやだからここまでストレスがあんまりたまらないっていうのは、はい、奥さんのおかげがあると思うよ。そうですね、きっとね、まあ、もちろんね、うん、そうでしょうね。で優勝できたって、まあ、で球場でイライラしない。チャンネルで別に神さん覚えてもしょうがないですけど。いや別にその意識を持って、まあ、別に帰ったら仲悪いとかじゃないからね、はい、じゃないから仲いいから、あ、手つないでるのしますよ。中は中は行ってきますな。その辺は登れた時、ああいいですね。いやいいと思います。いやいやいや誰もそうしてるって言ってないから。いやもう顔に書いてあります、ああ、うん、僕でもこれは全然否定するわけじゃないですけど、その例えば引退のスピーチとかで僕家族と奥さんにお礼とかあんまり言いたくないんですよね。なんかそれはもう家で言えようと思っちゃったりするんで、うん、ファンに向けてのっていう、 そうそう、ファンに向けての題材だから、うん、場所だから感謝の気持ちはファンとか球団とかみんなに伝えるべきで、そこでわざわざ奥さんとか子供を出すのはちょっとこれは恥ずかしいからできないんですよ、うん、社員なんですね、そこはしたくないんですよ、まあ、それは奥さんも分かってる、ね、まあ、意外と似た者夫婦というかさ、はい、まあ、考え方も似てるのかなという、うん、まあどちらかというと洗脳されてるタイプだね、奥さんそれがいいと思う。まあ、言ってますけど、そうですよ、うん、 まあ、その方が楽だよね。まあ、今年ね、結婚する人たくさんいるけど、そうですね、もうみんなめでたいですからね、まあ、幸せになって、はい、もうね、またさらなる飛躍でね、そうですよね、間違っても2月のキャンプ前にね、ヘルニアにならないようにね、そうしたらバカ野郎って言われるからね。まあいいや、そこなすとどうかしら別に結婚したからってわけじゃないでしょ、そういうのって。いやでももう、子供仕込んでるから、ね、結婚する前からでしょ、そういうの。あ、結婚する前からお付き合いしてる。まあまあそうだけど、例えばするとしたらですよまあでも普通人間の考えってそうなるからね。なっちゃうんですね。なるね。はい。